今回はオーライトのマルチツール OMA-01 を紹介します。その前にオーライトハロウィンセール。こちらのオーリアー 3S。ハロウィンバージョン。 で、こちらの i3e EOS のハロウィンバージョン。今回紹介するのはこちらの OMA-01。操作性がかなりいいです。オープンクローズ。こちらがマルチツールで、こちらもオープンクローズ。で、ロックはライナーロックです。両方ともライナーロック。で、こちらはブレードが 154CM ステンレスを使ってます。 で、リバースタント、ウォーンクリフ。で、ナイフだけではなくて、マルチツールの方にも、154CM。一昔前の高級ステンレス。線抜き、缶切り、マイナスドライバーに、そして、154CM のシートベルトカッター。で、こちらがノーマルのナイフ。いつものレシートカットをしてみますと、 問題ないぐらいサクサク。こういった段ボールも。 高級ステンレス 154CM を使ったとても使いやすいリバースタンドのブレード。で、こちらのシートベルトカッター付きのマルチツール。とっても使いやすいナイフです。OMA の01です。 こちらは改めてベッド動画を作ってもいいなと思ってるのが、チタン製のボールペンです。こちらはアクションがとてもいいです。この、バインダー式のクリップ。バインダー式のクリップを、広げて押すと、芯が出る仕組み。開くと、芯が閉じる。このまま押しても芯は出ない。押してずらす。と芯が出っ放し。こんなアクション。 で、ここに突起があって突起が引っかかる仕組み。とってもいいアクションのボールペン。回して遊ぶ用のここにボールベアリング付き。思いっきり回してみると、こんな感じで今回ってます。ずーっと回るボールベアリング。ここで止まる。こちら一般的なパーカータイプの G2 リフィル。パーカースペースペン、あと、 G2 タイプのジェットストリームの芯も使います。で、今入ってるのは、最初から入ってるリフィルアーシミット。芯のガタつきもほとんどない。工作精度も優れてるボールペンです。で、こちらがバインダークリップ式のアクション。こちらもオーライトで、こちらがボルトアクション式。 こちらもボルトアクション式。で、こちら一般的なノック式。今回は 154CM を使ったナイフ。マルチツール。チタンボールペン。そして、ハロウィンセール用のウォーリア 3S のハロウィンカラー。 こちらもハロウィンカラー。